ちょくちょくまず後ろ行くじゃないですか。で仙骨前面で腹側に曲がっていくからアップ方向が後ろなんですね。で直腸入ると直腸のなんだ前壁に当たっちゃうんですね。なんでアップアングルかけるとこういくんでこっちに取れると。で直腸のひだは固定されたひだなのでこうやってちょっとアップアングルかけてこうひねるだけでターン、これをターンって呼んでるんですけど、これひねるだけで避けていけると。多分この駆除方向の大きいなのがカーヒューストンベなんですね。これを右ターンで避けると次がアップがこうで腹側に曲がってるからダウン方向に強く曲が出るんですよね。おこうですよね。ここを軽くダウンアングルかけてヘッド固定してくるっと180度右にちょっとローテーションをさせてアップで取るんですよね。でこのひだを12時方向に微調整してアップでここで引きを入れるんですよね。そうすると RS って左展開なのでこれを左にターンしていくんですよ。アップアングルかけてでこれ左アングルで少し調整してで右展開になって S の始まりなんですよね。で直腸をこう引き込んでこの右展開を作るっていうのが結構大事で、